皆さんこんにちは、身体コンサルタント INB スタイルの稲葉です。今日はですね、仕事の記憶を取り戻す方法をご紹介します。まあ、どういうことかと言いますとね、仕事始め、今日から仕事始めという方も多いはずなんですけども、その時ですね、昨年の仕事ってどんなことしてたんだっけっていうふうにですね、忘れてしまうことってあると思うんですよね。長期の休みがあると結構こう長い期間何か仕事に打ち込んでなかった時に、さあやるぞって時に本調子にならないと思うんですね。その一つがですね、記憶なんですね。何やってたっけって忘れてしまうとですね、そこからタイムラグでね、お昼休みの時間でも結構こう思い出してあげてるとですね、次午後からの仕事っていうのが効率よくなるのでお試しください。という感じでですね、このチャンネルではセルフケアとかセルフコンディショニングなど皆様に役立つ情報を毎日大体11時半頃お昼休みの時間に投稿しております。チャンネル登録とか高評価いただけると動画を作る励みになりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあね、早速やっていくんですけども、今日はですね、記憶を良くする方法なので、取り戻していくっていうことなんで、脳にですね、血流を回してあげないといけないんですね。で、まずはですね、頭のこの眉毛の上側ですねのところでですね、こめかみからこう進んでって、この眉毛の上ぐらい、ちょうど眉毛の上ぐらいですね、にあるちょっとくぼみがあると思います。それをですね、小指と薬指ぐらいでこう押さえておいてください。で、残りの指はですね、こう自然にやるような感じで、で、親指を耳のこの後ろのこう出っ張ってるところというかですね、へこんでるというところですね、ここですね、ここにですね当ててあげてください。こんな感じです。で、これでですね、これを上下にですね、10回ぐらい。はい、こんなもんでいいです。はい、こうするとですね、結構こう、なんか頭の感じがちょっと変わってくると思います。で、ここからですね、何か思い出そうとしてあげるとですね、やりやすいっていうようなものですので、ぜひお試しください。はい。今日はね、仕事の休みの時にですね、記憶を取り戻す方法をご紹介しました。もしこの話がね、うーんとか、ああそうなんだと思っていただけた方、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。はい、以上、身体コンサルタント INB スタイルの稲葉がお送りしました。それではまた、お仕事頑張ってください。